はいどうも、アフィリエイトやウェブ制作で会社をやっていて、今こんな形で YouTube もやっている男、大仏社長です。今日はね、ここ1年くらいの間でビジネス系 YouTuber を中心に話題となっている音声コンテンツについてです。巷では YouTube の次は音声メディアがブレイクするとか言われてますけど、実際のところはどうなのかっていうのをいろいろ自分なりに調べてみたので、それをこの動画でお話ししてみたいと思います。あと僕自身も音声コンテンツをちょっと配信してみたんですけど、このやり方が一番いいんじゃないかなっていうのがあるので、それについても紹介したいと思います。それとこの動画を視聴してくれた方用にブログに設置できる音声コンテンツ用のバナーをデザインしたので、もしよかったら使ってください。動画の中で説明しますのでね。音声コンテンツは僕みたいにアフィリエイトをやっている人にとっては SEO 的にも有利になる可能性が高いですし、新たな集客力の発掘にもなるかもしれないので、ちょっとでも気になる人は最後まで見てくださいね。ただですね、僕は音声メディアについては最近勉強し始めた初心者なので、ここから話す内容に間違いがないとは言い切れないので、もし間違った内容をこの動画で話していたら、コメントなんかで指摘してもらえると嬉しいです。多分大丈夫だと思うんですけどね。はい、というわけで本当にブーム到来となるか、音声メディア市場ってことなんですけど、まず音声メディアって何ぞやという人のために説明すると、音声メディアとは簡単に言うとネットで聞けるラジオです。僕のチャンネルを見てくれている方の中にはブログをやっているっていう人も多いと思うので理解が早いと思うんですけど、アメブロとかライブドアブログとかあるでしょ、要するにそういうブログサービスと同じように音声配信サービスを使って簡単に自分の音声をネット上にアップしてラジオ番組を作れるんですけど、これが今流行ってるんですよ。例えば音声配信サービスの有名ところだとボイシー、ヒマラヤ、スタンド FM、レック、レディオトーク、ポストキャットとかね。あとノートとかシーサーでも音声を配信できるサービスがあるんですよ。今ではね、プロ野球の実況中継なんかもポッドキャストで配信されているんですよね。とはいえ動画が流行ってるこの時代に今更音声って思う人も少なくないと思うんですけど、音声メディア市場ってね、今後もかなり成長が見込めるらしいです。ちょっとこれ見てほしいんだけど、これね、デジタルインファクトっていう会社、デジタル産業領域で市場調査をやってる会社なんだけど、この会社がまとめたものなんだけどね、この青いグラフは企業が音声メディア向けにどれだけの広告費をつぎ込んでいるかを表しているのね。見ての通り年々増加してますよね。要するに音声配信サービスの媒体に広告を出せばお金になるから、さあどんどん広告出そうっていう流れになっているわけですよ。その背景には AirPods をはじめとするワイヤレスイヤホンとか Amazon Echo とか Google Home などのスマートスピーカーとか、そういうものが出てきたおかげでながら聞きの需要が増えているっていう部分が大きいようです。ワイヤレスイヤホンとかスマートスピーカーはおそらく今後もどんどん開発が進んで進化していくのは間違いないので、それに伴って音声メディアの需要が増えるだろうって予想されているわけ。実際に先ほど挙げたボイシーは2018年の1年間で会員数が30倍以上伸びたようですし、オーディオブックドット JP は2019年に会員数が100万人を超えているらしいです。これって今後もっと伸びると思うんですよ。なぜかというと、日本ではこれまでに音声メディアを利用したことがある人が今のところは2割くらいみたいなんですけど、一方でね、アメリカでは2019年時点で音声メディアを利用したことがある人が5割以上っていう形になってるんですよ。日本ってアメリカの足跡をたどっていく傾向がありますから、あと 1,2 年もすれば音声メディアの利用率がドカンと上がっている可能性がありますよね。だから僕の意見としては、これから自分の音声メディアを作ってブログみたいに自分の番組を育てていくっていうのはありなんじゃないかなって思ってます。とはいえ音声配信サービスの媒体っていくつもあるわけですよ。先にも挙げましたけど、ボイシーとかスタンド FM とかね、これはブログサービスを利用する場合も同じだけど、どのブログサービスを使うかでいろいろ変わってくるじゃないですか。そのブログサービスならではの機能があったり、 SEO で上がりやすい上がりにくいもあるし、使いやすさの違いとかもありますよね。同様にどの音声配信サービスを使うかによっていろいろ変わってくるんで、媒体選びって重要だと思うんですよ。結論から言うとね、僕的には音声メディアを作るのであればポッドキャストを使うのがベストだと思います。その理由はね、3つあります。1つ目はポッドキャストは自由度が高くて使いやすいっていうことなんですよ。そもそもなんだけど、ボイシーとかスタンド FM とかの媒体は一企業が運営してるんですよ。ボイシーだったら株式会社ボイシー、スタンド FM だったら株式会社スタンド FM、 ヒマラヤだったら中国の、これちょっと中国語の発音なんだけど、シマラヤっていう会社ね。ちなみにこの会社は日本法人もあるみたいですけど、大元が中国企業ってことです。これってブログで言えばアメブロとかライブドアブログみたいなもんですわ。
やっぱりこういう独立系の媒体だと運営側によって規約が違うし、後々規約が変更されて使いにくくなったり、サービスが終了したりするリスクがあるわけですよ。ボイシーなんかは審査に通らないとパーソナリティになれないしね。ですので、こういういわゆる独立系の媒体って自分でコントロールできる部分が限られるからちょっとストレスなんですよ。一方、ポッドキャストってそういうものではないんですね。ポッドキャストってどっかの企業が運営している音声配信サービスではなくてシステムなんです。例えば Spotify とか Google ポッドキャストとか Apple ポッドキャストとかは、このポッドキャストのシステムを利用している音声配信サービスの媒体なんですよ。ポッドキャストって YouTube と同じで誰でも投稿できるし、こういうジャンルのコンテンツじゃなくちゃダメとか、配信時間は10分以内じゃないとダメとか、そういった制約がないので自由度が高くてね、クリエイターもユーザーも使いやすいんですよ。はい。で、2つ目の理由なんですけど、ポッドキャストは進化がめちゃめちゃ早いってことです。今となっては何でもそうなんですけど、海外勢の方が開発スピードが圧倒的に早いんですよ。日本の企業は全く太刀打ちできていないですよね。例えば Apple Podcast はね、すでに2018年の時点で52万以上のプログラムが搭載されていて、100以上の言語に対応、そしてコンテンツ数は1850万以上だそうです。しかも Apple Podcast は2017年にはダウンロード&ストリーム数が137億だったけど、翌年の2018年には500億まで伸びているんですよ。こういった急成長の背景には、やはり開発スピードの速さがかなり影響していると思います。間違いなく彼らは今後もどんどん開発を進めていくと思うので、おそらく現状の日本の音声配信サービスはどんどん淘汰されていくのではないかと、個人的には思ってます。はい。で、次3番目の理由なんですけど、 Google 検索エンジンにポッドキャストのコンテンツが表示されつつあるっていうことなんですよ。2019年の8月に Google はね、検索結果に再生可能なポッドキャストを表示させるって発表したみたいなんだけど、もうすでにね、一部の検索結果ではポッドキャストのコンテンツが検索上位に表示されているようですね。おそらく Google のことだから、今後段階的にポッドキャスト関連のコンテンツを検索ランキング上で優遇していくと思います。自分のところでもポッドキャストやってるんだから、 YouTube 同様にね、自社コンテンツを優遇しますからね、結局 Google は。ですので Google 検索エンジンにも表示されていくということは、それだけ人の目に触れるということになりますから、自分の音声をね、より多くの人に届けられるチャンスなわけです。このような3つの理由から、自分の音声メディアを作るのであれば、ポッドキャストのシステムを活用している音声配信サービスを選ぶのがベストなんじゃないかなと思います。はい。次にね、ポッドキャストで自分の音声を配信する方法についてなんですけど、ポッドキャスト系の音声配信サービスの媒体はいくつかあるんだけど、僕個人が調べた中で一番わかりやすくて効率的に音声配信できるなって思ったのがアンカーです。はい。じゃあね、わかりやすくするために一旦 PC 画面へ飛びますね。アンカーってね、そもそも2019年に Spotify に買収されたプラットフォームなんですよ。で、このプラットフォームは何をしてくれるかっていうと、 MP4 とか MOV とか、そういったビデオファイルからオーディオトラックを抽出してポッドキャスト化が可能な音声ファイルに変換してくれるのよ。それでその音声ファイルを13のプラットフォームに無料で配信してくれるわけ。例えば Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Breaker、CastBox、Pocket Cast、Radio Public などなど。現状だと13なんですけど、今後新しいプラットフォームができれば随時追加されるかもしれませんね。それでやり方なんですけど、これね、説明するまでもないです。名前とメールアドレスとパスワードを設定して、アカウントを作成して、アイコン画像を設定するとこういう感じになるんですよ。で、画面右上にニューエピソードっていうメニューがあるので、そこをクリックするとレコードっていう赤いバナーが表示されていると思うので、ここから録音、そして配信という形でできます。または事前に用意したファイル、動画でも音声でも OK なんだけど、これを同ページの右上にドラッグ&ドロップするとアップロードが始まります。先にも話したように、動画をアップロードしても問題ないんですよ。動画から音声トラックを抽出して、それをポッドキャストに配信してくれるのでね。で、これが試しに作った僕のチャンネルなんだけど、ここを見ると Google Podcast とか Spotify に配信されるのがわかると思います。プラットフォームによっては配信まで1週間程度かかるようなんで、僕のこのチャンネルはまだ作ったばっかなんで、まだ Apple Podcast とかには配信されていないみたいですけどね。今のところ6つのプラットフォームに配信されているっていう状態になってます。で、音声コンテンツの説明文には普通にリンク貼れるので、ここにね、自サイトの URL 貼ったりすると、リスナーを自分のサイトに集客できますよね。
まあ、こんな感じでポッドキャストから見込み客を引っ張ってくることも可能なわけです。そして逆に自分のブログにもポッドキャストへのリンクを貼っておくといいかもしれませんね。ブログにポッドキャストへのリンクがあったら音声でも視聴できるんじゃこっちで聞いてみようってなるかもしれないですし、いい形の相互リンクになるので SEO 的にも効果があると思います。これは僕のブログなんですけど、こういう感じでポッドキャストへのリンクを貼っておくといいかもしれませんね。僕の場合はこんな感じでボタンがスライドするようにしました。このようにすれば邪魔にならない形で無限にボタンが設置できるのでね。この動画を見てくれた方にはこのデザインをプレゼントします。僕のブログに HTML と CSS のコードを掲載したので、こいつをコピーしてご自身のブログに貼り付けてください。これに関しては URL をこの動画の詳細欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。で、この動画を見ている方でアフィリエイトモンスターを購入してくれた方もいらっしゃると思います。その方は HTML のコードを記事本文中の好きなところに貼り付けて、 CSS のコードの方は decoration.css のファイルに追記してください。そうすると今画面で見てもらっているようなボタンが設置できますので、もしわからない方はアフィリエイトモンスター購入者用のお問い合わせフォームから連絡ください。やり方をわかりやすく教えますんで。はい、というわけでね、今回は音声メディアの市場の動向、音声コンテンツの配信の仕方について紹介しました。参考になったでしょうか。まあ、こんなわけで僕の動画では副業とか仕事術とかウェブのこととか、そういった仕事周りのテーマを中心に動画を配信しているので、面白いなと思った方はぜひグッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい、ここまで動画を閉じずに視聴してくださったということは、少なくともアフィリエイトに興味があってちょっと見てみようかなと思ってくださった方だと思います。ここからはうちの会社で販売しているアフィリエイトの学習教材、アフィリエイトモンスターの概要について解説しますので、ぜひ参考にしてください。アフィリエイトが今一つよくわからないという方のためにちょっと説明すると、アフィリエイトとは自分のウェブメディアに広告を設置して、その広告を経由して何らかの商品やサービスが売れたら、その売上のうちの3割とか5割とかを成果報酬として受け取れる、そういうビジネスモデルの仕事なんですよ。で、アフィリエイトモンスターはアフィリエイトをやったことがない人でも手順通り進めていくことで、アフィリエイトを分かりやすく学べるウェブ上の学習教材になります。もちろんこれまでアフィリエイトを実践してきた方にとっても有益な情報満載の教材となっています。この動画の詳細欄に URL を貼っておきますけど、今ご覧のページにアフィリエイトモンスターの詳細が説明されています。値段は税抜きで 15,800円です。税込みだと 17,380円になります。気になる教材の中身については、こちらに目次を全部載せましたので、時間のある時にじっくり確認してほしいんですけど、ざっくり流れを説明すると、まずはウェブサイトの構築のための準備もろもろ、次にアフィリエイトサイトの構築、次に記事の書き方、次に収益化のコツ、今のところこういう流れになってるんですね。ちなみに今後教材の内容がアップデートされたり、コンテンツが追加される予定もあります。で、実際に購入手順とか教材の中身をお見せしていきますけど、購入に関してはこのページのこちらのボタンからクレジットカードでアフィリエイトモンスターを購入できます。で、クレカ持ってなくて買えねえよっていう人はこのサイトのお問い合わせフォームから連絡ください。最悪銀行振込っていう手段もあるので、ちょっと相談ですね。で、カードの決済が終了してアカウントを作成すると、ここからアフィリエイトモンスターにログインできるようになります。はい、これがそのアフィリエイトモンスターですね。画面左がさっき見てもらった目次ですね。で、右の部分が本文です。動画も所々入ってます。動画は拡大して大きく表示できますのでね。で、本教材が他のアフィリエイト教材と明らかに一線を画しているところは、ワードプレスなどのサイト作成ツールを使わずに、本教材が提供するオリジナルサイトを使ってアフィリエイトサイトを構築していくというところなんですよ。今アフィリエイトをワードプレスで実践していて、今後もそれを使いたい人、あるいはこれからアフィリエイトをやるならワードプレスを使いたいと考えている人にとっては、この部分の情報は無駄になってしまうので、
スルーしてもらう感じですが、ワードプレスを使わないサイト構築で SEO がどう違ってくるのかを検証するいい機会にもなるかもしれないので、そのあたりもよく検討してから購入してください。で、そのウェブサイトをちらっとお見せしますけど、ここからウェブサイトのデータをダウンロードできます。で、ダウンロードしたフォルダをこんな風にサーバーにアップロードして、ブラウザのアドレスバーに URL を入れるだけで、ほら、こんな風にサンプルサイトが表示されるんですね。簡単でしょ？こんな風にすでにあなたの専用のウェブサイトが用意されてあるというわけです。もちろんこんな感じでスマホやタブレット、すべてのデバイスにきちんと対応しています。で、このサイトを自分なりのものに変えていきながらアフィリエイトサイトを構築していくって感じなんですよ。で、なんじゃかんじゃやっていくと、こんな感じでページを作れるようになっていきます。これをですね、一例として男性用シャンプーの商品を紹介しているページなんですけど、これ見本なんですけど、これもダウンロードできるんですよ。まあ、大体こういうテイストってことですね。で、あらかじめお伝えしておくと、アフィリエイトを全くやったことがない人は特に、教材の前半部分がちょっと脳みそが辛いと思います。フリーソフトをダウンロードしたり、サーバーの設定をいじったり、ダウンロードしたウェブサイトのコードの記述を変更したりとか、わけのわからない作業でしんどいと思うんですよ。出てくる用語も横文字多いですしね。でもこういうのは超えなければいけない壁なので、そこは我慢してやるしかないです。ですので、簡単、楽ちん、金儲けを期待しないでくださいね。アフィリエイトって商売なんで、やっぱりそれ相応の取り組みは避けて通れないですから、そのあたりは事前に承知しておいてください。ちなみに教材の内容の範囲に限りますが、ここの専用フォームから質問も受け付けます。教材の内容の範囲というのは、例えばこの部分の意味がわからないので教えてくれとか、そういう類の質問であれば受付 OK って感じです。私はこうやりたいんだけど、その場合はどうするんだとか、教材では取り上げられていない内容だけど、これについてはどう思いますかとか、そういった教材の内容の範囲を超える質問は答えかねますので、そのあたりはあらかじめ了承しておいてくださいね。はい、大体イメージはつかめましたかね。で、購入を検討したい方は、購入前に必ずこちらのページを一読してから購入してください。販売者がどこの誰だとか、クーリングオフはどうなってるとか、そういうものをちゃんと分かるように明記してあるんで、こういうのをちゃんとチェックしておかないと、後で知らなかったみたいなトラブルになりかねませんのでね。まあ、トラブルになる要素はないと思うんですけど、ネットの買い物トラブルって販売者に落ち度があるケースも少なくないですけど、消費者がよく説明を読まないことで引き起こるトラブルも結構多いんですよ。はい、ということで、もし気になる方はぜひ購入を検討してみてください。購入できるページの URL はこの動画の詳細欄に貼ってあります。はい、最後に注意点なんですが、この教材はその通りに実践すれば必ずお金が稼げる的な魔法の教材ではないということを承知しておいてください。この教材はアフィリエイトをやったことがない人が自力で稼げるようになるための手順を、僕自身の経験や実践をもとにやり方を提案しているだけのものなんですよ。要するに、僕はこういうふうにバット振ってるよ、だから今なかなかヒット打てない人は僕のバッティングフォーム真似してみてよっていうのがアフィリエイトモンスターなんですよ。イチローの振り子打法を真似てもヒットが打てない人がいるように、全ての人がうまく打てる魔法のバッティングフォームは世の中に存在しないわけです。この教材もそれと同じなんですよ。人によっては全然結果が出ないかもしれません。ですので、そういうリスクも頭に入れた上で購入を検討してくださいね。この教材が今後のあなたのビジネス活動においていいきっかけになることを本当に心から願ってます。ここまで視聴してくださってありがとうございました。